毛布ある？毛布。毛布持ってきて。はい、持ってきました。コロナ禍は災害時の避難の姿を大きく変えました。福島県相馬市の避難所では保健師らが検温と消毒を呼びかけていました。体育館には35張のテントが間隔を空けて設置されていました。新型コロナ対策で去年12月に買ったばかりで、今回初めて使用することに。テントは家族ごとに割り当てられ、家族以外の人と接触しないよう配慮しているといいます。一時92人が身を寄せていました。中は素晴らしく変わってました。前は雑魚寝っていう感じだったですね。今回はちゃんとテントみたいな、そういうのがあって。感染症が怖いから避難所行くのやめようかなみたいなことは思わなかったですか？それはちょっとあったけど、ただマスクは必ず持ってる。感染対策は徹底されているものの、新型コロナへの不安から避難所に避難することを躊躇した高齢者もいました。昨日はじゃあ、避難を考えたんですか？いや、考えないです。ほら、向こうに行ったらもらってくるんじゃないかななっても考えるとね、怖いですね。こちらの女性は93歳の母親との2人暮らし。余震などへの不安はありましたが、93歳ですから移ってきたら大変ですし、マスクも外しちゃうんですよ。長い時間圧迫するんでしょうね。やっぱり自由にこうできないし。コロナ禍での大きな災害には、熊本県などに甚大な被害をもたらした令和2年7月豪雨があります。熊本県の人吉市の中学校におります。今見えているのがゴミ置き場ですね。避難生活の中で出てくる、ゴミをこちらの中に溜めています。当時コロナ禍の避難所を調査で訪れた専門家は、7月豪雨の前からこのコロナ禍で災害が起きたら避難所はどうなるのかということで、各自治体が事前にコロナ禍における避難所運営を検討していたんですね。国崎氏は令和2年7月豪雨でのコロナ対策のノウハウに加え、今回2011年の東日本大震災の経験が生かされたといいます。相馬市では地震が発生してからわずか1時間で新型コロナに対応した避難所が立ち上がりました。東日本大震災もやっぱり経験しているということもありますので、レイアウトであったりですとか、それからその設備ですね、パーテーションであったり、かなり早い段階で準備ができていたように思います。ただ令和2年7月豪雨の際も被災自治体のアンケートでは4人に1人がコロナ禍によって避難所への避難を躊躇したと答えています。コロナが怖いから避難所に行くのはやめるではなくて、何をもっても大事なのは命を守ることですから、もうそこの避難所に、行くことが唯一の命を守る方法なんだとしたならば、もうここはもうためらわずにですね、とにかく命を守るために避難所に避難をしていただきたいと思います。